あなたは一体。命あっての物種と言いたいのか。俺に言っても仕方がない。報酬の交渉はクライアントとしてくれ。私がご迷惑をおかけしてしまったのでは。私、何も覚えてないんです。その時の記憶だけじゃなくて、自分が誰なのかってことも。ありません。とにかくクライアントに連絡してみたらどうだ。このまま話し合っていても解決しないだろう。はい、もしもし。そろそろ電話がある頃だと思ってたわ。こちらの話よ。それで要件は？あら、やるじゃない。仕事が早い男っていいわね。とりあえず明日の午前中にこの前の喫茶店に行くわ。友達は選びなさい。面白いこと言わね。そうかもね。でも命を狙われるのもいい経験じゃない？報酬はそれなりの値段でしょう。とにかく明日私がそちらに行くまで大切に保護していてね。だってさ、と言われてもな。
そうか。こんにちは。陽一郎いますか？私も止まる。危険だよ。京一郎と一緒なのが危ないって言ってるの。そうなのですか？とにかく二人きりは絶対ダメ。琴子さんを京一郎の毒牙から守るよ。Thank you.
私も知りたいな。京一郎くんがなぜこんなところにいるのかを。舞子さん？ごめんね、ことこさん。こいつは後で横浜港に沈めておくから。はあ。私も泊まるって言ったのよ。ほら、やっぱり正解だったでしょ。言い訳は書で聞くわ。キリキリ歩きなさい。おはようございます。ごめんなさい、驚かせてしまいましたか。朝方、お部屋に戻っていらしたので。床で眠ってらっしゃったので、枕が必要かと。それなら問題ありませんね。ちょっと、京一郎いる？って何をしているのかね。おはようございます、舞子さん。私はどうすれば。
ちは。こんにちは。仲介者の立ち会いです。で、いいのかなっていうと、どういうことかしら。え？嘘でしょ？減らすわね。それにしても、記憶がね。ミヤさんでよろしいですか？ええ、いいわよ。